ベヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。それってなんか悲しいね。くっそ、体がガタガタだぜ。おいパック、臨分よこせ。もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから、ヒヒ。さて、追っ始めるか。毎晩毎晩ご苦労なことだ。殺した、いっぱい殺した。自分の恨みを晴らすために、自分の思いを遂げるためだけに殺した。魔物だからいいの？殺していいの？自分一人が生き延びるためなら殺していいの？勝手なこと言いやがって。獣はお前を食い尽くすよ。
お前にとって変わるのさ。憎しみ以外何も感じなくなる。人の形をした化け物になるんだ。もしかしたら本当の化け物になれるか。お前の友達みたいになれるかも。ふざけるな。こんなところでこんな雑魚どもに。いつになったら届く。あとどれだけ資料どもをかき分けたら。あとどれだけ使徒どもを切り倒したら。どれだけ闇の中を這い回ればあいつに。こら、何やってんだ。目覚ませ、死ぬぞ。バカ、気合い入れろ。フェンシング刺す、フィッシング刺す、さらに絶好調刺す、刺す。おい、何やってんだ。刺す。感謝しろ、着付けの一発だ。てめえ、ふざけ。はあ、タグ、てめえがいると力が抜ける。マジでやってんのがアホらしくなるぜ。いるよ、獣が。なるよ、化け物になるよ。獣、化け物。ふざけんじゃねえ。俺は俺だ。他の何でもありゃしねえ。俺は俺のままあいつまでたどり着いてみせる。俺様のおかげだな。俺様のおかげでお前は生き延びることができたな。この俺様のおかげで。ま、確かに薬箱代わりにはなるか。わーった、負けたよバック。そこはお前んちだ。好きにしてくれ。ねえ、今バックっつった？ああ。言ったよ、言った。もう長い付き合いで名前で呼ばれるの初めてだぞ。知るか。ついに追い詰めたぞ、黒い剣士。敵、復活、囲まれてるよ。我らは法王朝直属製鉄騎士団。奇跡認定局よりその方を法王朝に連行せよとの命を受け、ハセさんじた。ハセさん、何？剣を捨ておとなしく投降するならばよし。さもなくば我らが神明にかけてその方を捕獲する。なんでだよ。俺は坊さんにしょっぴかれるような覚えはねえぞ。ねえことねえが、あんまし。説得力ゼロ。
よく言う。貴様の血に染まったその姿は何だ。貴様の通った後に残る屍の山、その帰り地ではないのか。もはや語らぬ。これは真意である。全軍黒い剣士を捕らえよう。まじいじゃん、この体じゃどうすんの。すぐにやったところで変わらねえ。動きを止めるんだ。まずいな。このままやっててもいずれ力尽きる。情けない。手負いの者一人に何を浮き足立っておるか。なんて力だ。あの剣をあんな風に振り回して。やべえぞ、目がかすんで。こうなりゃ頭を抑えるしかねえ。大砲で吹き飛ばしたがごとき威力。俺の大切な友達を。なぜ捕らえられない。仕方ないですよ。別名お坊ちゃま騎士団、戦未経験のボンボンの集まりなんですから。それでセルピコ殿はそこで何をしておられる。嫌だな、分かってるくせに。血を見るのが嫌いだから入団したんですよ。よし、よくやった。そのまま押し込め。これが黒い剣士。間違いない。このまがまがしさ、白くに記されし。奴の息は上がってるぞ。今だ、捕らえろ。ファルネーゼ様、黒い剣士を捕獲しました。ファルネーゼ様、撤収のご命令を。ああ、よし、全軍撤収。大神院に末席を連ねる者の義務として 2、3 簡単な尋問を執り行う。つくづく神様とかそういうのと相性悪いんだな。貴様何を笑うか。神を冒涜するがごとき言動、二度は許さん。貴様の目的は何だ。ことによっては異端審問にかけることになるぞ。それが嫌なら素直に洗いざらい白状することだ。あんた、神や悪魔を信じているのか。会ったことはあるのか、神に。神はたやすくその奇跡をこの地上にお示しにはならない。
神とは常に我が信仰とともに、この心とそして天に増しますものだ。何を笑う。絵に描いたような答えだな。修道院でお勉強したのが、昔そっくり同じこと言ってた貴族が町一つ丸焼きにしてたぜ。俺が言ってんのは、そんな中身すっからかんの置物みてえなクソの役にも立ちゃしねえ神様のことじゃねえよ。懺悔するだけ時間の無駄だ。悔い改める気ねえし、あんたに話したところで何一つ分かりゃしねえよ。貴様、貴様、製鉄騎士団団長であるこの私の前で天に唾するがごとき剣道の数々、よくぞ申した。もはや容赦はせぬ。体中の皮が剥がれ落ちようと必ず口を割らせてみせる。我が信仰にかけて。あんたかなり無理があんな。神だの団長だの、そんなもん振りかざしたところで人望ってやつはついてきやしねえぜ。俺に言わせりゃあんたは、あんたが崇めてるその置物と同じ中身すっからかんだぜ。バルネーゼ様、一体何事ですか？何でもない。もうよいぞ。その者を牢に戻せ。はっ、連れてけ。あんまりいじめないでください、うちの団長。ああ見えて結構可愛いところもあるんです。助けに来たぞガッツ君。ほらこの鍵で脱出だ。よし、とっとと外す。うん、ありがとうは。なんだよ細けえこといちいち。親しき中にも礼儀あり。てめえ人のカバンに住み着いたからっていい気に。おい、ちょっと待て、こら。ありがとうよ。ございます、パック様は。ありがとうございます、パック様。あーん、聞こえんの。ありがとうございます、パック様。しょうがないな、もうお世話の焼ける。ひねる。後で必ず。